Italian sculptor Donatello was the greatest Florentine sculptor before Michelangelo and was the most influential individual artist of the 15th century in Italy. Born in Florence, Italy around 1386, sculptor Donatello apprenticed early with well-known sculptors and quickly learned the Gothic style. Before he was 20, he was receiving commissions for his work. Over his career, he developed a style of lifelike, highly emotional sculptures and a reputation second only to Michelangelo's. ドナッテロはイタリアのフロレンスで生まれた彫刻家。20歳になる前から彫刻依頼を受け、才覚を表したと言われています。ルネサンスの時代においては、ミケランジェロに次ぐ彫刻家として知られていたそうです。そのドナッテロはまさに謎に満ちた彫刻家ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。ドナッテロは2体の預言者像を残しています。1体はヒゲのない預言者。これがその像です。そしてもう1体はヒゲのある預言者像です。右がそのヒゲのある預言者です。なぜヒゲにこだわったのかということなんですね。で、左の像と右の像を見比べてみてください。一応ビアード、顎ひげと私の方で翻訳しましたけども、口ひげも含まれます。左がヒゲのない預言者、右がヒゲのある預言者ということになります。ヒゲ、ヒゲ、ヒゲ。このヒゲが私はキーワードかと思います。つまり、ミケランジェロとダ・ヴィンチの絵を総合するとですね、ヒゲのあるイエスは替え玉イエス、ヒゲのないイエスは本物のイエスということになるからです。それについての動画はこのシリーズの中で紹介するとして、このドナッテロもまた大変謎に満ちた芸術家ということになります。一番左の像は髪の毛もひげもない像ということになります。このコンセプトはダ・ヴィンチの描いた絵のそれと一致します。全く何もない顔、髪の毛をつけた顔、それに少しバリエーションを加えてひげをつけた顔、これら4社は全く同じ顔です。細部の称号は別の動画でしていますので、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。が、さらに興味深い事実が分かりました。上がドナッテロ、下がレオナルドです。で、このドナッテロの文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。アナグラムです。比較してみてください。ただ、ドナッテロの T とレオナルドの R だけが一致しませんが、それを除けばこの両者の名前は同じということになります。つまりアナグラムです。これだけでしたら、ただ単なる偶然で終わるかもしれませんが、レオナルド・ダ・ヴィンチの師匠、つまり先生にあたる芸術家がベロッキオでした。アンドレア・デル・ベロッキオです。そのアンドレア・デル・ベロッキオの名前をと言いますか、名前の文字を入れ替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。上が
アンドレア・デル・ベロッキオ、下がレオナルド・ダ・ヴィンチです。アンドレア・デル・ベロッキオの名前の文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。上下見比べてみてください。これもアナグラムの一つということになります。偶然ではありえない確率だということです。そしてこの場合もアンドレア・デル・ベロッキオの右から3文字目の H だけを除いて一致しています。生まれ順から考えるとドナッテロ、アンドレア・デル・ベロッキオ、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すら知らなかった、つまり架空の芸術家であったという一つの傍証にもなるということです。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチという名前はアナグラムによって創作された名前ということになります。ドナッテロのマグダラのマリアです。そして右がガンターラ仏です。目のコンセプトに注意してください。一致しています。これはただ単なる偶然なのでしょうか、それともただ単なる偶然と片付けてしまって良いものなのでしょうか。Ancient Sumerian goddess Inanna may also have been associated with the brightest stars in the heavens, as she is sometimes symbolized by an eight-pointed star. In the earliest traditions, Inanna was the daughter of En, the sky, Ki, the earth. In later Sumerian traditions, she is the daughter ofNana, the moon god, and Ningal, the moon goddess. Inanna, or Ishtar, or Maria of another name, has eyes in eyes. Here is its proof and evidence. スメールの女神中の女神、イナンナは八方向の星で象徴化されていることからもわかるように、天の最も明るい星で表される。最も初期の伝説の中では、イナンナはアン、つまり空とキー、つまり地の娘である。後のシュメールの伝説によれば、イナンナはナンナ、つまり月の神とニンガル、つまり月の女神の娘とされる。月の神と月の女神の娘ということになる。そのイナンナは目の中に目がありました。その証拠と証明、広し林浜祭りジャパン。ドナッテロ・バルディという彫刻家がいました。14世紀の終わりに活躍した彫刻家です。これがドナッテロです。そのドナッテロがマグダラのマリアの像を制作していました。これがドナッテロ作のマグダラのマリアです。このマグダラのマリアの像の中で注意していただきたいのが目ということになります。私、林浩司が目の中の目と呼んでいる目です。そしてその目の表現の仕方が、苦行中のブッダと呼ばれているストーダーナ・ガウタマの目と酷似しています。左がドナッテロのマグダラのマリアです。そして右がラホールにあります苦行中のブッダと呼ばれている、つまりはストダーナ・ガウタマ像です。
目を比較してみてください。目の中に目があるのがわかります。わかりやすく言えば、特に下まぶたが二重になっているということです。その点に注意して、この両者を比較してみてください。I am Alien さんという方からこんな情報をいただきました。タートルズというアニメはご存知でしょうか。映画化もされ、アメコミを原作とするアニメーションシリーズで人間とカメのミュータントがエイリアンや悪と戦うといったところです。ドナッテロ、ラファエロ、ミケランジェロ、レオナウドの4体がいるのですが、原作者は何かをインスパイアされていそうでゾクゾクしますと。つまりそのミュータント忍者タートルズのアメリカンコミックの中に4人のヒーローが出てくるというのです。ミケランジェロ、ラファエロ、ドナッテロ、そしてレオナルドの4人です。が、私林博氏はその中のドナッテロについては今までノーマークでした。そこでドナッテロについて調べてみました。一番上がドナッテロ、その次がレオナルド、ミケランジェロ、そして一番最後に生まれたのがラファエロです。で、この4人に何か関係があるのかないのか調べてみました。一番上がドナッテロです。レオナルド・ダ・ヴィンチです。ミケランジェロ、そしてラファエロです。ほぼ同じ頃生まれていますが、ドナッテロの方が一足先に生まれていたということになります。ドナッテロはルネサンス初期のイタリア人芸術家、彫刻家で、フィレンツェ共和国出身で、出生名はドナート・ディ・ニッコロ・ディ・ベッド・バルディであると。日本ではドナテルロと表記する場合もある。ウィキペディアにはそのようにあります。ドナッテロの彫刻ですが、その特徴を一言で言えばですね、完成度が極めて高いということです。これが有名なダビデ像です。こうした彫刻を残しているということですね。ドナッテロの彫刻です。で、その中にマグダラのマリアと呼ばれている、あるいはそのように名付けられている像がありました。これがマグダラのマリアということになります。深い悲しみと苦しみ、嘆きに沈んでいるマグダラのマリアということになりますが、このマグダラのマリア像の目を見てください。目の中に目があります。極限状態まで痩せると人間もこのような目になるのでしょうか。そして同じ目がラホールにあります苦行中のブッダの目の中に表現されています。今までの検証結果を結論的に先に話しておきます。マグダラのマリアイコール聖母マリアです。そして右の苦行中のブッダと呼ばれているブッダ像は
実は私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマ、ペルシャ名セッダアルタ・ゴータマの父親のストダーナ・ガウタマです。がそれがこの動画のポイントではありません。左がマグダラのマリア、右が苦行中のブッダ像です。この両者の目を比べてみてください。その制作コンセプト、そして表現方法が全く同じです。これは偶然の一致なのでしょうか。左は14世紀のイタリアです。右はガンダーラの仏像です。互いに連絡取り合うといいますか、影響し合う距離、時代にはなかったものと思われます。ここで少し話が脇道にそれます。苦行中のブッダ像と呼ばれているブッダ像です。このブッダ像の台座のところにはゾロアスター教の神事の様子が描かれています。つまりこれは私たちがブッダと呼んでいるブッダの像ではなくて、父親のストダーナ・ゴータマの像であるという一つの傍証になっています。これが一般的に言われているブッダ像です。そのブッダ像とこのいわゆる苦行中のブッダ像とは相入れないといいますか、異質な感じがします。こうした苦行中のブッダ像が何体か現在まで残っています。異様に痩せた姿で表現されています。そしてその目でつながるのが、1952年9月12日にアメリカのフラットウッドに現れたフラットウッドモンスターです。この絵はその目撃者の証言によって基づいて描かれたものだそうです。こうした事件がですね、フラットウッドで起きたということです。内容については別のところで詳しく報告しましたので、興味のある方はそちらをご覧になってください。このフラットウッドモンスターの、いわゆる絵と同時にですね、もう一枚詳細な絵が残っていました。その絵をこれから紹介しますが、その絵に表現されたフラットウッドモンスターといわゆる苦行中のブッダの像といいますかね、が酷似していました。関係があるのかないのか、それは私には断言できませんが、関係ないという方が難しいのではないでしょうか。なお、このフラットウッドモンスター事件は、あのワシントンパニック事件、つまりワシントン市上空に多数の UFO が襲来したという事件の直後であっただけに、アメリカで大きな話題になったそうです。その時の報告書によれば、身長は3メートルほどあったそうです。そして顔は赤く輝き、体は緑であったと言います。そして頭の後ろにはスペードのエースの中心部のような形のいわゆる後輪があったというのです。これがその目撃者と、左が目撃者の証言によって描かれた絵ということになります。空中に浮遊していたそうです。そして右がもう一枚のフラットウッドモンスターの絵ということになります。このフラットウッドモンスターの様子といいますか、表情と苦行中のブッダの表情、様子が大変よく似ている点に注意してください。胸、腕の描き方ですね。そしてガリガリに痩せていて指が長いという点ですね。そして筒型の乗り物に乗っていたと。この筒型の乗り物はですね、アステカでも発見されています。で、特に
注意していただきたいのが目ということになります。目の中に目があるといった雰囲気です。そしてこの体にも特徴があります。人間の骨格とは違うように見えます。胸と腕をつなぐ腱もあるようです。そしてこう、後頭部のですね、付け根から肩にかけて人間にはない三角形の腱が走っている点にも注意してください。もうこうして比べていくとですね、違いが見つからないという点で私林浩司は同じと考えました、判断しましたが、一つ可能性として考えられるのは、右のフラットウッドモンスターのいわゆる絵を描くときにですね、左の苦行中のブッダの絵を参考にしてといいますか、パクって描いた可能性もないとは言えないということですが、しかし目の中に目があるという点に注意してください。要するに下まぶた、上まぶたが2枚あるということになるのでしょうか。あるいはオーバーオールヘルメットをかぶっているのかもしれません。ヘルメットの中にもう一つ別の目があるということになります。そしてこの目は人間の目ではないように思います。そんな点にも注意してください。つまり苦行中のブッダはですね、人間の姿というよりはラム族、つまりレプタリアン族のそれに近いということです。人間の骨格と比較していますと明らかに違います。もっとも左は彫刻ですから、クリエイティブないわゆる芸術家のマインドが入ったとも言えなくありませんが、しかし人間の骨格とは明らかに違うようです。今丸で囲んだところがその胸と上腕をつなぐ腱ですけども、それと同じものをレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がですね、解剖図の中で表現しています。右の赤丸の部分に注意してください。人間にもないとは言えませんけども、ここまで顕著に出ます、顕著な腱は私にはないと思います。そして首ですよね、頭の後頭部の付け根から肩にかけて人間にはない腱が走っているように思います。これもレオナルド・ダ・ヴィンチが書き残した解剖図ですけども、後頭部の上の付け根から肩の方に腱が伸びている、そして頸椎が13個ある点に注意してください。人間は7個です。つまり左の言ってますか、ダ・ヴィンチの書いたこの解剖図の生命体はですね、少なくとも人間ではないということですね。そして肩甲骨も人間のとは違って三角形の形をしています。それと同じような人物がですね、苦行中の左のブッダの像の中に表現されているということです。つまり左の苦行中のブッダは、繰り返しになりますけれども、少なくとも人間ではなかったということになるのではないでしょうかと私は判断していますけれども、となるとフラッドウッドモンスターで表現されたモンスター、つまりエイリアンはもちろん人間ではなかったということになりますし、また同時に右はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなどが画家が描いたと言われているセント・ジェロームの絵です。今まで囲んだところに人間にはこの剣はないと思われますけども、あると説く人もいます。そして首の下がですね、後頭部から伸びる剣のために大きな三角形のくぼみができています。今ちょうどそれを示していますけども、右の丸ですね、大きな三角形のくぼみができている点に注意してください。レオナルド・ダ・ヴィンチはこのような形で1500年後のイエス、つまり今から500年前のイエス自身を表現したということになります。このような形で苦行中のブッダはと言いますか、このようにですね、表現されています。一見すると同じ像に見えるかもしれませんけども、別々の像です。
まあ、異様に痩せ細った像であるということですね。そしてその像がフラットウッドモンスターの像の様子、骨格と一致するということです。そしてこれが苦行中のブッダ像の像の一部ということになります。この像がですね、目の中に目があるということを皆さんに最もまあ分かりやすいかと思いまして、この像を取り上げてみました。目の中の目に注意してください。上まぶた、下まぶたが二重になっている点に注意してください。そしてその中に目があるということですね。私が目の中の目と呼んでいるその目ということになります。今矢印で示したのが、まあ、下まぶたということになるのでしょうか。その上に眼球があります。もう一度フラットウッドモンスターと苦行中のブッダの目を比較してみてください。まあ人間にはないトカゲの目のような眼球があるということです。まあ、これが私たちが苦行中のブッダと呼んでいるブッダ像の真のイメージということになるのではないでしょうか。そしてその目と同じものがですね、いわゆるイシュタールの目の中に表現されているということです。向かって左側の右目の中に注意してください。目の中に目があることがですね、この像を通して分かっていただけると思います。で、結論ということになります。これがドナテロのマグダラのマリア像です。マグダラのマリア像です。目の中に目があるという点で、ガンダーラ仏の苦行中のブッダ像と共通性があると私林浩司は判断しました。もう一度この目の中の目を比較確認してください。左は14世紀後半から15世紀全般にかけて活躍したドナッテロのマグダラのマリア、そして右はガンダーラ仏です。右のガンダーラ仏がその時すでにイタリアにあったとは考えられません。また現在のように情報がですね行き交う時代でなかったことを考えるならばですね、ただ単なる偶然の一致と片付けることはできないのではないのでしないでしょうか。まあ、そのこのドナテロにはですね、まあルネサンス時代の他の例えばレオナルド、ミケランジェロ、そしてラファエロのいわゆる操り人形芸術家たちも絡んでいましたので、ドナッテロもその中の、まあ、なんて言いますか、その仲間の中の一人というふうに考えても良いのではないでしょうか。左がイシュタール像です。左から2番目がマグダのマリア、そしてガンダーラ仏の苦行中のブッダ、そして一番右もやはり苦行中のブッダ像ということになります。最後にもう一つダメ押しをしておきたいと思います。アヌナキ、あるいはアヌ王の家族の像です。一番向かって左にいるのがイナンナ・イシュタールです。シュメールではイナンナと呼ばれていました。この服装に注意してください。イナンナの服装はこの段々スカートにあります。拡大すると段々スカートがよくわかります。その段々スカートのコンセプトと左のドナッテロのマグダラのマリアのコンセプトが大
大変よく似ている点に注意してください。これも偶然の一致なのでしょうか。中央がイナンナ像です。言い換えると14世紀から15世紀にかけて活躍したドナッテロがですね、どうやってこうした事実を知り得たかということになります。